はい、このジョッキシフトのこの部分を仮で銅管でこう作ります。デザインこういう風にしようかねっていう感じですね。まあ、こんな感じで、でちょっとこうフレームとかそういうのが R が効いてるんで、全体的に R が効いちゃうデザインにしようかなと。でここでシフトチェンジって感じので、仮ですねこれで入って、鉄パイプ曲げてこういう風に同じように作ったのを作ろうかなという感じですね。かっこいいでしょこれね。海あるね、かっこいいね、はい、これね。自分のもここまでしてないですちょっと気合い入れて作ってるんでシャオラまた始まったむやむらシャオラ言っとけ、シャオラはい、昨日ここにアンカーを打って土台つけたんで、それにパイプエンダーをつけていきます。どっちで曲げろかね。でここにこいつを入れて、ぐったりくと、切りましょうかね。2センチぐらい切りますね。ちょっと切っていきます。これがこう。こういうのかな。いい感じかも。こうか。
と問題発生ですね。これをつけるときに、こうむきがいいらしいですけど、中に入るんで、この鉄が見えない、溶接ができないですね。なんか解決方法を考えたら、逆にこっちに、ナットを溶接して、これにネジ切ろうかなと思って。そうしないと多分絶対つかないですね、これ。はい、これ溶接しますけど、4と5をこっちに持ってきてくれっていうことなんで、5の位置、ここに持っていく、ね、この部分をここで合わせると。よし、濡れた布を当てる。当てて、んでもって、あちあち。こっちに5が来てない。うわ、なんてこった。マジで。これギアチェンジ周りね、このジョッキシフトの、ガイドスクリーンの続き。はい、こうさっき切ったこの金具がここにつくんで、あといろいろカットしていって加工します。でもその前に、ある程度の形を決めなくちゃいけないんで、こういう風に紙で作ってちゃんと水を通るかとか。よいしょ。こういうのをチェックします。こういうのを作ってですね。ちょうどこれですね。パワーフィルターの外装がちょうど方眼紙になってて、ちょうど良かったんで、この厚紙焼き。だからちょっとうまいこと利用します。でここにこうつけて、こうちゃんと干渉しないかとか今見てるところですね。でこの型紙をもうちょっとちょっと切っていって、こういうふうにしよう、こういうふうにしようって作っていってますね。はい、あらかたのパーツはできました。これ紙からずっと測って作って、こんな感じですね。でここはちょっと出っ張ってるとか曲げて穴掘ってバネをお互いに引っ張るやつでしょうかなっていう感じですね。で一応ちょっとつけてみますね。でもこれもまだ荒らし上げなんで、まだ綺麗にはしてないです。結構難しいですね。こういうふうに合わせ合わせで作らないといいですね。もう取って外して取って外して何回もするけど、ものすごく手間がかかりますね。なんですかね、段差でガタンとはガタンとなってギアが入らないと思うんで、ここを曲げてちょっとまたここにパーツ作って、お互いを引っ張り合うようにして、ちょうどいつも真ん中に折るような形にしようかなと思います。そんな感じかな。ジョッキシフトね。はい、一応これ作って、バネ引っ掛けるとかも作って、こうバネで引っ張って
一応してみたんですけど、ね、ここもですね、相当不定大きい番線で引っ掛けるとこ作って、結構フリーのがいいですよね、上下した方が向こう行ったりこっち行ったりするんで。けどやっぱここがこのダイキャスト、なんでできちゃうかわからないけど、その部分が重たいですね。一応中心には来るんですけど、もうガタンって言った時多分ギアがゴトンって変わってしまうんで、ちょっとここを軽量化しようと思います。ここですね、まあこの状態でここついてるんですけど、やっぱ先っぽだけでも311はありますね。これをどんくらい軽くできるかですよね。全体的に430g ぐらいで、やっぱここが重たいですね。よいしょ。ギザギザをもうなくしましょうかね。これで全部こう穴掘ったら多少は軽くなったと思うんですよ。で、あとはこの縁をちょっと削りましょうかね。もうとりあえずちょっとでも軽くしないとダメですね。一応作りましたよ。で、ここ頭が重かったんで、段差で勝手にギアがガチャンって変わってたんですけど、見てください、この軽量しまくり。ここの棒の部分も半分ぐらい削って、あと穴掘って 100g ぐらい落ちました。で、あとはこの下のバネ両方から引っ張ってるんで、向こうに行こうと思ってもこっちのバネが邪魔して、こっちに行こうと思ってこっちのバネが邪魔する。で、この真ん中のこの硬いステンレスの番線で作った引っ掛け物、加工するのむちゃくちゃ硬かったですけど、こいつがフリーなんでバネが多少長くてもこうくねって避けるんですよね。くねって、だからまあどうにかこれでいけるでしょうね。はい、こんな感じで、こんな感じでいけましたよ。こんな感じですね。あとここも持ち主さんがちょっと下目がいいって言うんで、曲げ直してこの印ここやったんで、ここまで合わせました。で、大体ここ周りはもう終わりですね。